疲れ様です。お疲れ様です。待て待て、第2回焼肉ごち対決っていう。おはようございます。おはようございます。まあ、今回の対戦はですね、ちょっとつくだいずむ不利、人数がねちょっと集まらなかったんで9人。いや、まあ、まあ9対9というのが、ね、そうですね、いいスコアを9人分選べるっていう、ね、去年はそれでうち勝ったんですよ。まあでもそれはどうなるかは全くわからない。怪しすぎるでしょ。ちょっと確認するけど、11人ってことは9対9になるってことは、マラーズはだから2人分おごられないってこと。そうだよね。あの10位11位はもし勝ったら10位11位はおごられないと。おごられないと。もし11人の我々が負けたら、11人で9人分払ってくる。11人で9人分払うってことは、例えば1位には払わなくていいとかそういうのでもいい。それはマラーズの勝手です。こっちで決めるね。負け、負けることを考えてる。いや、あの、もうあれですよ。あの、ポジティブに言えば。ちなみに前回どのぐらいの差？11品差です。おぉ。あの、2ゲームまで17ゲーム差をして、で、3ゲーム目でひっくり返されて11ゲーム。そうなんですね。11といえば、まあ、あの、西村さんの背番号っていう。呪いなんですよ。そうだったの。決戦ですか。前回も来てない。これ今回は初参戦なんだっけ。西村杯4位。賞金4000円。まあ、YouTube もいました。本当にバッグかけ閉めた、閉めた。ああ、まあ、今日、今年も勝つ。いや、今年、金が上がってるから金が上がってないってことは、勝つは我々が勝てば、つくだいずむの負け、一勝一敗だけど、負け。ちょっとマスクして聞こえない。聞こえない。もう、玉の音で。そういうこと、金額でかいでしょ。金額でかいってことで、これ我々買ったら一勝一敗でも我々のが優位に立ったということになる。98% 勝つ。99% 勝つ。99.3% 勝つ。100% 試験に落ちる。まあ、それ指定します。で、頑張りましょう。よっしゃ、よっしゃ、100% 試験に落ちる。